皆様おはようございます。お元気でしょうか。いつも無駄なしまかない道場ご視聴誠にありがとうございます。本日はですね、チゲ鍋の作り方ですね。はい、チゲ鍋の作り方いってみたいと思います。まあ、材料はね、チゲスープさえあれば、あとはね、何ぶち込んでも OK です。まあ、海鮮もぶち込めば、海鮮チゲ、ね、魚介関係ですね。それから豆腐をぶち込めば、寸胴ぶちげ、ね、それから山の幸ぶち込めば、山の幸チゲ、ね、キムチぶち込めば、キムチチゲ、ね、感じでございます。まずお鍋にですね、この土台となる白菜ですね、白菜、ね、この具ばっかりだとね疲れちゃうんでね、こういうお野菜もね、多少入ったのはよろしいんではないでしょうか。はい、そしてお豆腐、本日はね木綿使います。ただこれ別にね、ざる豆腐でも絹ごし豆腐でもね、寄せ豆腐でも何でも結構でございます。俺豆腐綺麗なんだよとかだね、別に入れないでも OKOK です。まあこっからはね、あとは普通のお鍋だと思ってね、やっていただければ幸いかと思われます。はい、豆腐入ったよこれね。そしてキノコね、キノコ待つか、ニラいきますかね。はい、ニラをバッカンバッカンバッコリやね、豆腐の横にでも乗っけてしまいましょう。はい、そしてキノコですね。はい、これとりあえずしめじ先生、しめじ先生ですね。はい、それからえのき先生、えのき先生ね。はい、えのきとこれ結構すみません、感じました。結構ね、キノコ関係入れると、キノコから出るからグリニル酸っていう旨味があるんですね。それが結構ね、お鍋を美味しくしますのでね、キノコ関係はね入れた方がよろしいかもしれません。こんな星形とかねしちゃうとちょっとかっこいいんじゃないのみたいな感じでございます。はい、そしてこの石突きの時はね、石突きのところはね完全にいきましょう。じゃあもう寒くてね、口があんまり動かないよみたいなね感じでございますから、その辺のところをご了承くださいませ。はい、じゃあねキノコ2つでいいか。はい、これでもうほぼ OKOK ベリー OK なんですが、あと豚肉とね、キムチも一緒に入れちゃおうかみたいな感じでございます。そして豚肉とキムチはね、まあ、このまま入れてキムチ鍋系にしてもいいんですが、チゲということでね、最初にキムチと豚肉をちょっと炒めてから入れるとね、アクも出るのも少ないしね、酸味も飛んで、辛さがね引き立って美味しいのかもしれません。はい、それではねバーナーコーナーに行って、豚肉とキムチね焼いてまいりましょう。はい、バーナーコーナーの方にねやってまいりました。そして豚肉ですね。で、フライパンの方はね、もうかなり温めて油を軽く敷いてあります。で、まあ、この豚肉の方なんですが、どうせ鍋にしてしまうんで完全に焼く必要はございません。まあ、軽くね、というかもう半分それぐらいまで火が通ったらねよろしいのかと思われます。はい、そしてキムチですね。はい、キムチもね一緒に入れてみましょう。このまま、豚キムチ焼き、豚キムチ焼きを作りたい方は必ず、なんですよ、豚肉を完全に焼いてからキムチをね入れてくださいね。本日はチゲ鍋ということでね、キムチをね、やや酸味をやや飛ばすような感じでね、炒めているだけでございます。はい、もうこんな風にいいのかな。はい、そうしましたら、レモンにもやしにね、半端がありましたので、これをバッツンバッツンとね少し入れてみましょうね。チゲ鍋イコール冷蔵庫を整理に使えるよみたいなね、感じでございます。はい、まあこれうまそうだね。これ豚肉に火が通ってもこのままね、豚キムチもやしみたいな感じでね、最高なのはね、もう厨房にねキムチのいい香りがねもうバッカンバッカンバッコリエイとね広がってまいりました。じゃあもうこんなもんでねよろしいかと思われます。それではこれをですね、キムチ鍋の方にぶち込んで、チゲ鍋の方にぶち込んで、チゲ鍋完成させていきたいと思います。はい、それではですね、この炒めた豚肉&キムチ&もやしですね、はい、先ほどねチゲ鍋のこの手前らへんね、この辺開けときましたんで、この辺にね、これをガツンと山盛りにして、仕上げていきたいと思います。はい、ガツンガツンですね。はい、非常にねいい香りが漂ってます。ちょっとやりすぎちゃったなこれな。うん、はい、こんな感じでね OKOK ではないでしょうか。はい、それではね、最後の最後の仕上げに入りたいと思います。はい、こちらですね。はい、チゲスープですね。はい、チゲ鍋の心臓部といってもよろしいんではないでしょうか。はい、これをですね、はい、上にバツンバツンとあんまり周りにかけちゃうとね、彩りが悪くなってしまいますので、この豚キムチの上あたりからね、注ぎ込むようにしましょう。はい、そしてこの量なんですが、こんなもん分かる、
これたっぷり入れちゃうと、卓上コンロやっててもバッカンバカ吹いちゃうんで、わかるかな、この辺ね、この大きい蓋の線があるじゃないですか、そこよりやや下、1センチぐらい下か7ミリぐらい下ね。はい、こんな感じでお願いいたします。はい、そして余ってたこのシューマイを冷蔵庫に入っていた、これもね一緒に入れちゃおうかなみたいな。いや、この前金ちゃんの誕生日を祝ったじゃないですか、先々週ぐらい、その時にもつ鍋やったんですけど、でやっぱこのシューマイが冷蔵庫に余ってて、これ入れたらすごいうまかったんですよ。で、あれ鍋にシューマイって合うねみたいな、こうチルドの100円のやつ売ってるんで、でこれをねガッツンガッツンと入れて、さらにチゲ鍋美味しくしちゃおうじゃないのみたいなね、感じでございます。はい、もう山盛りよ、まあ、食えないよ昼からね、夜のつまみにするよ半分は。はい、それではねチゲ鍋完成いたしましたので、テーブルの方に運んで食してまいりましょう。はい、テーブルの方ですね、まあごっちゃ混ぜチゲ鍋とでも言いましょうか、まあ、キムチチゲ鍋だし、豆腐も入って寸胴でもあるし、シューマイでもあるし、キノコでもあるとね。はい、こんな感じで、完成いたしました。それではね、卓上コンロ点火一発。はい、点火しました。はい、それではこれがね、まあ、グッツングッツングッツいいなと言ってきたら、食してまいりましょう。冬は鍋だろうね。お分かりになりますでしょうか、先ほど言ったじゃないですか、この鍋蓋のさらに1センチぐらい下までね、でつゆ入れた方がいいよみたいな、もうこの鍋蓋のところまでね、これね、スープ上がってきましたんでね、もうこの鍋蓋の線まで入れちゃうとこう溢れちゃうんでね、スープの方少なめにね入れてください。で、余ったスープはね足しながらね、お使いいただければ幸いかと思われます。はい、それでは早速ね食してまいりますか。まだいろいろ煮えてないのかな、じゃあこのスープの方からねいかさせていただきます。もういろんなね具材から出たスープとね、元からのチゲスープが一体化されてかなりいい味になってるんではないでしょうか。いただきます。いやーつまつま、いやこの日本の味噌と韓国味噌のねほんと調和とでも言いましょうか、隠し味のごま油もねさっくり効いています。いただきます。いやうまい。このスープだけ飯にかけて食ってもねもう最高最高最高ではないでしょうか。それではお豆腐いっかね、冷たいかもしれないけどね生でいけそうなんで、この飯のにドッキュンドッキュンドッパランコですね、ドッパランコドッパラー効果かー、いただきます。熱そうな、いただきます。全然冷たい、冷たいけどね豆腐はやっぱ美味しいですね。いただきます。はい、それから豚肉とかどうなのよそろそろ、ちょっとね半生状態でね炒めたからどうなのかな、そろそろいけてるのか、どうなのよ、よし、もうちょっといっか、もうちょっとね、じゃもうちょっと待ちましょう。はい、待つこと30秒ね、もうだいぶぶっくぶくもう溢れそうだよこれね、ちょっと弱火にしよう弱火にしよう弱火にしようね、ある程度温まったらねこれ弱火にした方がねよろしいかもしれません。はい、それでは豚肉の方いってみますか。いただきまーす。熱そうだな、熱そう、うまっ、うまいねやっぱね、最高よ、豆腐入ります、シューマイ食べたいなそろそろ、シューマイね、この辺沈んでこれいってみるか、シューマイ入ります。いやシューマイ鍋にとねほんと美味しいんですよ、そうだよこれもいただきます。あっマジ、でもうまい、熱いけどうまいな、進むよこれ、飲みたいね、もうね、マッコリガンガパッカンパッカンポッコリなどね、最高。はい、それでは本日の最後までずらしながらご視聴誠にありがとうございます。本日ですね、チゲ鍋の作り方これを動画にしてみました。チゲスープの作り方はね別動画の方にございますので、そちらの方ね下のコメント欄、下の説明欄にね、貼っつけておきたいと思います。はい、それでは、失礼します。とその前に、動画アップのモチベーションを維持するために皆様のあったかいグッドマーク1票
入れていただければ幸いかと思われます。それでは失礼いたします。あったかい鍋食ってこの冬乗り切ろうね。じゃあねー、もちぎれで最高。